沖かム島沖かム島は、瀬戸内海西部の防御諸島にある島である。山口県大島郡総大島町に属する。八代島サレンの南400メートルに位置する人口137人の小島で、高齢化率が日本最高水準。日本一の長寿号の舞台となった島でもある。地元の人たちは、カムロと呼ぶこともある。島内はほとんど海まで山が迫っており、 平地は全くないと言ってもいいほどである。島内の主要交通路は、島を半周して、津大大島とを結ぶ山口県道362号、白木漁港左連線である。1983年3月18日に、沖かむ大橋が完成したことにより、津訪大,大島との間は陸続きとなっている。タイの一本釣りなどの漁業が中心。 瀬戸内海の一本釣り漁業の先進地である。瀬戸内海を小船が行き来していた頃はこの島も賑わいを見せ、江戸時代には萩藩の番所が置かれていた。明治時代には人口が3000人が超え、人口密度が国内最高だった。津島、朝鮮、台湾、ハワイ諸島沖まで出業し、またハワイや日本領となった朝鮮、台湾に移民を行っていた。 しかし人口は昭和前期を境に減少し始め、現在人口は約200人となっている。島民と国内外にいる島出身者やその子孫の交流史が発行されてきた。日本一の長寿号宇津木書店。A.B. 新山元武氏、移民と故郷をつなぐ島だより山口県を北室島から世界へ日常を発信する超音。 日本経済新聞長官2018年10月3日2018年10月4日、閲覧。特集総合島沖かむ島2017年1月2日、確認新瀬都内回路に島人20世紀第四部支線は、高く大王城沖かむ島四国新聞2000年11月、配信2017年1月9日確認、中国新聞2002年8月10日、 長官特報2002-2017年1月9日確認。ありがとうございます。